<laughs> ちょっと待ってその時ね、痩せた後に戻ったじゃん、うん、その時何食ってたかだけ教えてくれる戻った時、うん、この番組は有料配信であることを隠れ蓑にした公共性は低く、聞く人を選ぶけどその人たちの生活に欠かせないトーク番組です有効愛打つおしゃご何のこうでも 弱点見つけるの得意。ゾンビを倒すよ。Nice、はい、みなさん、こんにちは、ニューアングです。神谷浩史です。お給料だのです。いやいやいや、元気ですか。じゃ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 、<laughs> ほんま、今日お二人は。<laughs> はい、ちょっと、あの、お席の方もね、はい、出るからね、はい、あの、抑えてやってください。はい、僕、結構元気ですよ。 お前なんかでも長引いてんじゃないか、うん、ずっと咳があ、でも相当あのひどい時が100だったら、うん、今1ですえ<ー> <laughs> ねもうほんと急に治ったここ1週間ぐらいでじゃあ改善していくのねだからあんまりさ治りが遅いからさ俺治んないんじゃないかなって思っていや俺もそう思ってたもん最初 <laughs> これ俺死ぬんちゃうかなって <laughs> 仕事しばらく休むんじゃないかな俺怖くてさおけいくんが2週間も咳が出てるっていうからさどうしたんやろうと思ってホ死ぬかと思いましたそのせさいろいろご迷惑をおけいくんはね気が気が弱くなるとちょっと心配になってきちゃうからねまあ途中1回会いましたけどねそうそうそうまああの時もうだいぶ経ってるのにまだゲホゲホ言ってた ね、でもあれでも相当治ってたんですよあの時は、うん、長かったねそうですねまるっと1か月つえっ、ー、とね31日に月、うん、7月31日に発熱してそこ、ね、からまあずーっと仕事で海外に行く機会が本当はあったんですけどダメになって。うんうん その翌週に福岡に行く機会があったんですけど、まあ、それは行けたんですよ。なんて、こ飛行機とか大丈夫だったの?。飛行機辛かった。しんどいでしょう。気圧下がるからね。そうみたいですね。全息と同じ症状だから。行きも帰りも機内がめっちゃ辛くて。感想も。大変でしたけど。なんか、なんとなく無事に戻ってきました。あ、そうなんだ。そろそろ完治かなって感じですけど。 もううめちゃくちゃゃくしんんどそうやんけマスクしてラジオするっていうこと自体がねめちゃくちゃしんどいんですよ。だから僕かあの本当に,に治ってたんだけど、うんうん、あのー。 行ってやるときにまだやっぱり咳がちょっと出るからマスクしてくださいって言われてラジオでマスクしてやるんだったら休みたかったなと思って <laughs> <ー>でやったらやっぱりもうマスクして喋るのってめちゃくちゃしんどいんですよ元気でも元気でも、うん、で咳出るから余計にしんどいじゃないですかで水分取る時間がね <laughs> 半分くらいになっちゃうんですよマスクしてるとるすぐ飲まないからね <laughs>

チェックしたのねインフルもコロナも。うん、でよく見立てではまず間違いないと思うんですけどって言いながらあのチェックをしたんだけど「あ、うん、あれあれし一応解熱剤とかお薬は出していきますね」っつって、うんうん、で<ー>数日後にえー、っと翌日、うん、熱は下が,ったんだ下がって仕事に行ったんですけど。<laughs> 行ったんだけどその翌日にさらにちょっと調子が悪くなってきちゃってあれまた調子が悪いかもってなってそれ解熱剤で下がってただけだよでバカだな奥さんが調子悪くなって病院行って俺が陰性だったから特にその申告をしなかったんですだから数日後にまた悪くなってきて俺も悪くなってきてで向こうは違う病院にまたさらに行ってで改めてチェックをしたらあの コロナかかってたみたいですねみたいな感じの。あ,あそうなんだだ、うん、陽性,陽性,陽性だった、うん、でそこから咳が止まらなくなる症状が俺は続き、うん、で向こうは治った感じになったんだけどうん、うん、また咳が出てきちゃって、うん、で本人曰くは夏風邪がひどくなったんじゃないかってコロナは治ってからねっていうふうに言ってたんだけどなんかも、ね、で僕はずっと同じく咳が止まらずにずっと頻繁に出て。 コロナになって、期間が荒れて、そっからばい菌入って、風邪をひくっていうのはあるから。弱くなるからね、時間が。もう咳すると、やっぱりね、あの皮膚がものすごい荒れんのよ。ね、で、そっからばい菌めちゃくちゃ入るから。あの、あれ、マウスウォッシュとか、うん、頻繁にやった方がいいよ。ああ割と効くよ。あ、うがい、ね。うがい,ね、うがい薬でもいいし、うん、口の中のやつでもいいし。うんうん そうで SNS であの知り合いとかに分かる感じ今こんな感じですって送ったらお大事にとかってみんなコメントくれる中で鼻うがいとなんだっけあミサトールミサトールっていうまた新しい MS ミサトールっていう B B トール B みたいなやつトールミサトールでわーってますね年寄りじ扱いづらいねんな 決まった人しかできないね。ドバドバがんをつけて、ドーンって言って人間がね限界を迎えるやつね。そう。それであのその二つを B スポットだっけ？はい。B スポット療法ってのがあるんですけど、で療法すると改善する人が多いですよっていう話聞いて、そうなんだと思って、効くんですか本当に？でその B スポット療法自体はできる病院。 あ,あ、病院でやってもらうやつなんだ。やってもらうやつなんだけど、うん、そのミサトールっていうやつは取り寄せて自分でもできる。あ、うん、そうなんだ。やることもできるんですって。うん、薬局に売ってんの？僕は通販で取り寄せたんですけど、今楽天で買いますね。うん、あ、すった。で、まあそんなに目覚ましい改善もなかったんだけど、うん、まあそれやり始めてからあの開放に向かったっていうのは確かなので。 じゃ聞いた聞いたのかなわかんないけどね時間か時間かですねまるっと一ヶ月ちょいご飯どうしてんのご飯だから最初の頃にめっちゃ痩せたんですよ痩せでおこれはこれも痩せこれも行くんじゃないかこれも行くんじゃないかって思ったら戻ってきましたちょっと待ってそん時ね痩せた後に戻ったじゃんそん時何食ってたかだけ教えてくれる戻った時言わない 言えない。ちゃうねんちゃうねん。ここ。うん。オケ君のね原因ここやねん。うん。痩せてから戻ったここ。この飯このカロリーを教えてほしいわけ。夜に。うん。夜。まあしょうがないよね。寝てるからね。昼間。ね。うん。わかりますよ。それはいいです。一日一食だったらいいです。別に。何を食べたかだけ教えてもらえますか。えっと。うん。 晩ご飯終わった後に、はい、ちょ待て晩ご飯終わってんのも終わった <laughs> 晩ご飯聞かせろ言うてんの晩ご飯,飯食べ終わった後とに晩にバターを塗ってハムとチーズをのっけて <laughs> えパ晩にバターのっけてハムとチーズのっけんの <laughs> バター塗ってねの、うん、ちょっとご飯何食うてんの <laughs> 米です <laughs> 何食べたん普通のおかずです何や何や 普通のてでもね自分でってんだよねね最近結構ひどい時は二人ともなんか食欲なかったからあんまり一人分のお惣菜があったとしても半分ずつぐらいにして結構これぐらいでいいか普通はね病人やからこれぐらいでいいかじゃなくて普通なのあの回復もしたいから栄養もとらなきゃいけないちょっとはね食べなきゃいけないやと思って食べつつそな何で飯の後にパン食うの

パン買うのやめようか？嫌です。<laughs> <laughs> 9月11日更新分のお茶はやったー。3週間ぶりの最新回更新です。ちょっと痩せたんですが、戻りました。何食ったの？<laughs> 晩ご飯の後にパンにバターを塗ってあとにえええああ小野坂さんが毎日コーヒーをたくさん飲んで毎日具合悪くなる話をします俺はお前らのために実験をしてんだよ <laughs> ゾンビハンター M では小野坂さんが妹ゾンビ戦慄のターミネーターゾンビ仮想世界のゾンビと戦います一人目の倒し方が完全に想像通りでした、うん、俺はコンピューターの申し子やからな ご飯のお供は何がいいというメールから小野坂さんがスロットカーの話をします。小野坂ですけ<の>ごめんなさい。小野坂がニラを使ったレシピを教えてくれます。らら最後に。はい最後に小野坂さんの一言でみんなドン引きです。何言っっけ。うん、ああ<ー>動画の視聴と高評価、チャンネル登録よろしくね。星四つ。